はい、今日もやってきました、ニルカ号。どうもね、2、3時前撮ったんやけど、その石油じゃないらしい。で、今日はね、蛇が怖いんで、これ。この重装備でございます、重装備。はい、これでいきますよ。どうだろうね。2、3時前もかなりやぶやったんやけど、クラブオブやったんやけどね。昨日は、動画見てましたらね、加工動画ね、なんか3回、4回ぐらい来てますね、こう。ほとんど記憶残ってなかったんやけど、公園部の方はね、1回ね、覗いてますわ、手前から。2020年やから、2年ほど前かな。こっちを回ってね、ずーっと、西から北行って、で、向こうの方からずーっと、この、あぜ道、あぜはこうずっと回ったかな。記憶なんか残ってるけど。60メーター。高さが10メーターぐらいですかね。ちょっと行ってみましょう。見えるかね。何回も回ったのにね、気がついてないんやで。だからおそらくね、その気がついてないということは、ずいぶん、ね、草木が茂ってたんだろうな。3日ほど前やったかな、来たん。いやー、またちょっと伸びとるね、これは。こんなんでございますよ。ここ、葛藤されてました、ここのとこね。歩けるように。こんなんですからね。これがね、よく蛇見るからね、わしね、嫌なんやけど。これでございます。これが公園分でございますからね。もう一個だけあるんですよ。最初のやつはね、ここから伸びるだけですわ。ここからね。で、2、3時前のやつ中入ってね、ここまで入って、中入れんかったけどね、ここで伸びるんだけど。ああ。やっぱりライトがなかったら中見えんか。いや、かなり見えんだけどね。目視では見えへんねんけど、目視では見にくいんやけど、見えてますわ。こっちの方が、スマホのカメラよりもこっちの方が見えるな。カメラの方が。ほんで、手前がね、ちょっとね、正座してるんでね。片袖式やけど、ちょっとね、左好き。左にね。そういう感じがするんだけどね。上まで下からずーっと上げてるね、ここね。ほんで、手前もね、ちょっとね、見た感じ。どうなんですかね、これ。もう、カスラがいっぱいやから、ちょっと下がってみましょうか。下がってから。こんなんやで。どうなんだろうな、やっぱり。ちょっと、やっぱり、左寄ってるかな。この木とかいっぱい、ね、茂ってるからね。2、3日前、初めて見たんだけどね。感動したんだけど。ね。はい、そしたらもう一つのね、今日の本題の方ちょっと行ってみましょうかね。さて、これ行くか。誰が歩いた跡あるぞ、ここ。これ歩いとる、これ。これ歩いてるね。あ、こちらの方はそうでもないか。用心やで。ということはね、わしが思うのに、こっちだろうな。ここの、図面見たときにね、ちょっとこっちがいびつになってるから、これ上上がるんかね。わからんな。ちょっとこっち左もっと見てみようか。いやー、さっぱり。大きな木が倒れとるけど、これ。下は気にせずに歩いとるけど。あれ？
最悪やね、こいつは。見当たらんかね、これ。どこだ、どこだ、どこだ。見当たらんかね。振り出し行ったら大体横にあるんやけどね。わからんか。わかりへんか。こんなだったかね、前回っとんのにね、覚えてないね、もう。いやー、やぶや。これわからんとこ、さっぱり。あのね、人が行った道がないもんね。行った跡がね。行った跡がない。どこだ？これは豊富の方になるかな。この辺はずっと歩いたな、前昔な。こっちに作り出しはなかったな、あの見た感じな。ちょっと待てや。その辺も行ってみないかな。そうそうそう。いや、見当たらんな、こっちはな。こっちはないね。おお、ここ歩いたんや。いや、記憶何年か前にはここ歩いたよ、ここね。こっちじゃないぞ。そういうことは、上上がったとこかもしれんか。それか、これがね、ヘビ越しになってまんね、ヘビがおると、ヘビが出てくるか思うてね。この辺、入り口ないかな、ないかね。作り出しの方やって、なんかちらっと聞いたけどね。この辺には、入った跡ないね。まあまあ、前方部でも可能性としてあるんだからね。前方部の方でもね、そういうね、石碑を作ったというのは例はあるんでね。あ、やぶだ。全く入られんな、こりゃ。残念。これは歩いとんのがどころか、これ。あ、これはね、イノシシだな、これは。人じゃないね、あの後は。さて、じゃあ、あの辺、あの上上がってみるか、そこ。おお、綺麗に見えるかね、これ。うねび山から。うねび山とか何か見える。山本さんざん見えんか、わからんか。綺麗に見えてます。そういうことやっとるわけじゃないな。これやもんな。上がった跡ないな。こんなところで、あ、これなんか、これね、ちょっとね、これ、この木のぶら川あたりね、どうなんだろう。こう見た感じ、この辺が作り出した感じやけどな。わからんか。ここに道上がる道あんねんけどね。これ上がってみようか。ああ、やぶでございますか。やぶやぶ。あ、ここや。ありました。これがちょっと外から見えんな。はい、ありがとうございます。中ちょっと、うわ、大きいやんか。はいはい。このことをおっしゃっておられたんがね、坂本さんは。おお、見れるかね。どうやろう、6世紀。ちょっと公園部と比べるとちょっと小ぶりなんだけどね。ちょっとというかだいぶ小ぶりやけど。綺麗に組んでるね。これもちょっと横が、せり上がってるけど、これどうなんだろうね、これ。ちょっとだけ、横が崩壊したという形も見えんじゃないね。これね、はい。小さかったの、これを見てくれることだったんかね。まあ、よかったよかった、見た見た。これはちょっと入り口わからんな。入り口がちょっとわからん。狭すぎて、一回上がらないから、上にな。
あ、これは大変いいもん見た。はいはい、ありがとうございます。これですね、ちょうどヤブになってるからね。はい、ありがとうございました。こんなヤブですから、これは入るの大変やわ。よっしゃ、はい、見ました見ました、見れました、見れました。これどう言ったらいいかね。そこから公園部からね、20メーターくらいしたところね、この大木の横をちょっと上がる。この辺で倒れとるけど、手前をね、ちょっと上がってもらうと。ちょっと竹やぶになっとるけど、それを越えると、ほんの2、3メーター行ったらね、左ですわ。これはちょっと気がつかんぞ、これは、普通の人は。ね、はい、ありがとうございました。はい、で行こう。いやいや。日々朝方は弱いらしいからね。よいしょ。いや、大変でございました。あれを見て、これ見てと全然大きさが違うな。やっぱこっちが大きいですわ。あそこ作り出しようけど、そんな感じしなかったな。ね、あっこを見て、これ見るとやっぱり全然大きさがね、わかるかな。こんな違いますか。もう奥行きが5、6メートルあるからね、これ。ああ、こんな違います。大きさも違うしね。こんなですわ。これは大きいです、こちらの方はね。どれが大きいか言うと、5倍、5、6倍や。長さ。線の長さから、石筒の大きさから言うと5、6倍。まあ、石が全然違うわね。ああ、大きさがね。はい、ありがとうございました。カズラがちょうど邪魔になっとるからね。カズラがね。ここはちょっと、カズラ。昔何回か来てるけどね、これがね、もう、こうカズラがダーッと、ね、何にもなんか見えないような感じだったね。じゃあ、眺めはいいけどね。はい、行きましょう。今日は作り出しの杉筒と公園部の杉筒ね、公園部の杉筒とね、2箇所ね、見てみましたけど、どうでしたかね。皆さんありがとうございました。ちょっとね、早く来ないともうあれですわね、やぶになって蛇が怖いですわ。はい、ありがとうございました。